いじゃんくん、本格的に外に出始めました。生放送を、それよりも先に光通信が開通しましたのせいでですね、工事が終わって生放送を始めることができるようになりました。で、このジャン君は外に出ています。どっか行っちゃった。はい、見つけた。この状態をですね、生放送中に、カメラで追いかけるとカメラが接触が悪くてですね、映像が途切れてしまいます。映像的にはクエスチョンになってしまうんですけれども、そんな状態で生放送を今続けています。日本製バッファローのカメラが2000円台、3000円以内で買えるということで、それにするのか、もしくは、普段から買っているですね、何クールだったかな、ロジクールかな、ロジクールかな、ロジクールのできたら1万円ぐらいするやついいんですけど、普段買っている、前買った時は5000円ぐらいだったのに今は7000円ぐらいする、これはあのドルと円の関係でということだと思うんですが、それにするのかちょっと悩ましいです。3000円と7000円をか比べると3000円でもいいかなという気はしています。だってバッファローはさ、ハードディスク使ってるからなんとなくいいのかなってちょっと思っちゃいます。まあ、カメラの精度っていうんだよね。違うの、うん、まあ、それは関係なかったんだけど、なんか、口コミで綺麗だよっていうのを読みましたので、うん、ちょっとそれを信じてみてもいいかな。うーん、ということで、ジャン君、ジャン君ポンちゃんはこれからこのようにですね、ジャン君が綺麗なよいしょ、このようにですね、外に出歩くようになります。ジャン君、はい、今日のジャン君はずっと外に出っぱなしです。外って言ってもね、ケージの外で狭い6畳の部屋の中ですが、いや狭くないんだね。このプラス1畳半あります。床の間みたいなところがね、そう、今ケージが入っていて、スギニャンが入っているんですけれども、1畳半プラスされていますので7畳半あります。この部屋はなんと7畳半の中でくつろいでいます。これからはここがジャン君とポンちゃんのお城ですよ。うん、はい、ポンちゃん、ポンちゃん出た、ポンちゃん、あ、ポンちゃんご飯だと思って出てきたのかな。お腹空いた、うん、今ね、ご飯出るからね。ポンちゃん、そしてポンちゃんが真似したけど、そこはちょっと今物が置いてあって、ポンちゃん、ポンちゃんおいで、ポンちゃんもジャン君の真似したいのね。トントンストロストすればいいっすかね、ジャンさん、ポンちゃんこれどかせばいい、どかさ、あ、ジャン君がビビった、はい、ジャン君ビビんなくていいんだよ、はい、じゃあジャン君が入ってくね、はい、ポンちゃんここね結局下になりますね、うん、どうぞ
ちゃん食べてる。どうぞ。今チーズを用意しましたね。おいしいね、ちゃんくん。今日も一日終わりましたね。光が開通してからずっと外で遊んでいたジャン君ですが、このまま川の字3本4本になるから川じゃないね、みんなで寝ましょうね。はい、ポンちゃん、はい、ポンちゃんもおいで。ケンくん、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 おやすみ。